き氷レモン、なんすかそれ。お茶子、ゆめ、モンタ、PCR 検査を受けまして、一応抗原検査では陰性でしたけども、今から PCR 検査を受けまして、陰性だったら完全白です。僕は、はい、でもこんなことを多額で書かれました。見てください、皆さん。リリー、マティが陰性ってマジ腹立つ。もういいってその話。いや、リリーはね、まあ電話とかでもいけるかもしれないけど、ひどいです、これは。こんな人間がこの世にいるっていうのが謎です。謎です、これはね。もっと拡大しますね、これ。拡大できんやないかい、これ。陰性だったらどうする。いや、どうするって、陰性だと思うけど、普通に。じゃあ今からちょっと体温計を測りたいと思います。もう一度。今日の最後の体温計、まあ、これでまあかか陽性だったら、まあ、俺は無症状だわ、完全なる。島根今日黒のめちゃくちゃ多いらしいね。36度4分普通です。これでかかってたら無症状でしかないで、マジで。いや、陰性だったら今日から実験だ。濃厚接触者になってるから、マジで、できないよね、実験とかも。5日間外出禁止らしいんだよ。まあ、買い物とかはいいらしいけどね。うん、だって陰性だもん。だから、まあ、ぶっちゃけ昨日からだから、だから今日だろ、あ、昨日だろ、で今日で2日目だろ、あと3日間水木金金曜日までだね。だから今週いっぱいだね。土日からはもう、まあ、ぶっちゃけ関係ねえけどな、もう木曜日あたりから。もう何もならなかった。うわ、痛そう、鼻ぐりぐり超痛そう。うわ、痛そう、マジかよ、超痛そうなんだけど。外でやってる、車でやってるよ。痛いのやだ。あんなガキができて俺ができないなんて最悪でしかない。あんな幼稚園児ができて俺にできないなんて
あれこの前したやん検査、いや今日 PCR 検査、今涙出してんじゃんあのガキ。泣くなよ。でもだからあれ昨日のと一緒なんじゃないの、今日の方がもっときついの。でもなんかさっき長かったな、なんか。うわーやべえ、次俺の分だ、マジで嫌なんだけど、マジで本当に鼻グリグリされるの本当に嫌なんだけど、マジで本当に絶対痛いじゃん。昨日のでさえ痛かったのに。注射の方がまだマシだわ。一瞬まあ、来た瞬間ラジオ配信にしますね。音声だけだね、見えるのは。涙出るやつ。まあ、夕方の定時配信でまあ結果は報告できるんじゃないでしょうかね。お肉なんかどうでもいいだろ、そのナースは。頑張れ、頑張れないよ。いや俺絶対陰性だと思うけどなっていうか、いや PCR 検査だから結構時間かかるらしい。陽性だった方が発狂しないでしょ別に。今さらだってもう島で1200人出てんだで、うん、さっきも書いてあったけど東京でいうとこの2万6000人らしいじゃん、うん、あごげ。だもう島だから 今全国で島根が一番多いんですよ今実は。全国で一番多いかな。お、ついに俺か、ついに来るか。医者とナースが喋ってるけど、来るか来るか。なんでそっち行く。そっち行くなよ。これみんな待ってんのこれ。そっちかよ。そっち行くなよ。店。いやこの辺ブラジル人が多いんだよね。てかマジでブラジル人がね、あの感染したからね。てかブラジル人のせいだしまし。村田のブラジル人のせいだし。村田のブラジル人がバーベキューなんかするからで、ね。村田のブラジル人が、あの、お前もブラジル人やろうが。あ、そうだった。ボスのジスターゴラ Muito, gostosa. Ué! Por quê? Bom dia. Muito gostosa. Muito biado. カンカン焼きしてた。ブラジル人のせいだもんして。してよ、俺絶対陽性じゃないもん。ビアデカナリオ。いやカナリオってもチンコのことだろ。チンコ気持ち悪いってうるせえわお前。え、おっそブラジレイロ。
パラディパラマエロドゥブラジレイロ、ブラジレイのパラディパラパラマルドゥブラブラジレイロ。いや俺がブラジル人って言いたいのこの人。ボステトゥキャンコロナアラセウカラリオ、あなたはコロナシンコからコロナが感染してますって。いやそれ性病じゃない。俺ブラジル人、ブラジル人の悪口言うなって。あ、エッティさん、いやエッティさん絶対ブラジル人じゃねえだろ。エッティブラジル人、ブラジル人です。そうな、そうな、あれなの、ブラジルどこなの、ブラジルどこなんだよ。サンパウロか、リオデジャネイロか。マティアス、富士のセブンで見た。富士、え、富士のセブンってリオデジャネイロ、自転車旅の時。あ、そうなん、あ、山梨県なんだこの人。山梨県のブラジル人なんだ。あ、てか日系ブラジル人か。あ、いや、この人ね、ガチだわ。いや、予約取ってないよ、そのまま来てよ。山梨ブラジル人、山梨県のブラジル人、あ、そうなんだ。うわぁ。うわぁ、アビリどうぞ。僕あのフットサルアビリどうぞプレイヤー、ミッドアビリどうぞ。山梨ブラジル人多い。いや山梨っちゅうかなんか茨城とか静岡とかめちゃくちゃ多いよね。てか島根も多いけどな、愛知も多い。てか車の工場があるとか多いよね。とりあえずそっちの知り合いに伝えとくね、悪口言ってたの。マティアス家ブラジル人グループが襲われる、速報ニュースで出る。そうなんだ、チャリタイ見てたけども。あ、来た、最低なやつだな。さて、お名前を。あ、松本明です。松本明さん、はい、はい、お薬とお渡ししておきますね。はい、はい、保険証、免許証をご確認させてください。はい。写真を撮って受付にしますね。エティはブロックだわ、これ。はい。と両方並べてもらって。住所の変更はないですか？ないです。はい、いいですよ。ありがとうございます。指を貸してもらっていいですか？はい。これどういう意味があるんですか？酸素の、血中の酸素の濃度を測ってます。コロナだと高いんですか？コロナだったら低いです。100に近いほどいいですから、いいですよ。あ、はい。はい、97、はい、めちゃくちゃいい。では、検査をします。はい、松本明様、はい、名前正しいですかね。はい、マスクから鼻だけ出してもらっていいですか？はい、はい、うわ怖い、これ痛いですか？お口は取っていいですよ。お口、鼻だけ出してもらって。鼻だけ、あ、はい、そう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 、はい、はい、痛いと思います。奥まで入れます。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、怖い怖い怖い、はい、どっちの鼻でもいい？あー、ちょっと痛いと思いですって、ちょっと怖い、うん、少し上向いて、はい、いやちょっと待ってください、ちょっと待って、うん、超怖い、はい、はい、子供でもね、やってますから、ね、頑張って、はい、はい、はい、ここで動かない、動かない、はい、10秒やべ、これ、いってー、これ、はい、痛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 い、超痛い、これ、はい、いってー、これ、
かからんがいいですね、コロナにね、はい、いてーこれめっちゃいてーこれ。じゃあ、お支払いの方は後日振り込み用紙が届きますので振り込んでいただくようにお願いいたします。いくらぐらいですか、ちなみに。ちょっと存じ上げないんですけど、すいません。あ、本当ですか。はい、わかりました。保険診療、保険取っておりましたので、はい、はい、結果の方はまた今日中になると思うんですけど、はい、電話で連絡させていただきますので、はい、ご自宅の方で安全にお過ごしください、ね。でも大体陽性出る人ってやっぱ即刻の酸素もおかしいですか。いや、そんなことないです。あ、そうなんですか、はい、お大事になさってくださいね。はい、はい、お気をつけて、はい。やばくね、めっちゃ涙出るんだけど、痛すぎてクソ涙出る、マジこれめっちゃ痛いわ。これやばいってマジで、痛すぎんでしょ。やっとタバコ吸えるわ、タバコ吸えなくて。泣くなよ、いや泣くなよっていうか涙が勝手に出てくる。超痛かった。いや大げさすぎてお前も絶対涙出る、めっちゃ痛いよマジ。あ、やったんだ。あ、そうか、コロナになったもんね、家族で。まあそういうことでした。あー、行って、じゃあ終わります。 PCR 検査。